ハレット・チャンベルはトルコの考古学者でフェンシングのオリンピック選手。チャンベルはオリンピックに出場した最初のムスリム女性だった。チャンベルは1916年8月27日にドイツ帝国のベルリンで生まれた。父で駐在武官のハサン・ジェミルベイはトルコ共和国の建国者であるムスタファ・ケマル・アタチュルクの親友であり、母のレムジーエ・ハヌムは 前代最小であり、当時中毒オスマン朝大使だったイブラヒム・ハッキパシャの娘だった。チャンベルはアルナブト・キョイのアメリカン女子高校で中等教育を受けた。高校時代に美術史の教師がイスタンブルの歴史的遺跡の見学旅行を実施し、チャンベルはその影響を受けた。またこの時期にフェンシングを始めた。1933年から1939年まで、 パリのソルボンヌ大学で考古学を学んだ。1940年にチャンベルはイスタンブル大学の助手の職に就いた。1944年に博士の学位を取得した。1947年からチャンベルは講師として働いた。ドイツのザールラント大学で2年間客員教授を務めた。1960年に教授に任命され、選手研究所を設立した。 1984年に名誉教授になった。1936年の夏季オリンピックでトルコ代表選手として出場した後、イスタンブルに戻る時に共産主義者の詩人でジャーナリストのナイル・チャクルハンと付き合いを始めた。チャクルハンはその後に有名な建築家になった。二人は結婚し、2008年10月にチャクルハンが没するまで70年間にわたって夫婦だった。 チャンベルは2014年1月12日にイスタンブルで没した。97歳だった。イスタンブル大学文学部での式典の後、ムーラ県アクヤカで夫の墓の隣に埋葬された。1936年のベルリンオリンピックに女子個人フルーレ選手として出場した。チャンベルは初めてオリンピックで競技したムスリム女性だった。ドイツ人女性の役人によって、 アドルフ・ヒトラーに面会するよう招待されたが、チャンベルは政治的立場によって断った。第二次世界大戦後、チャンベルはドイツの考古学者で、イスタンブル大学の考古学教授であったヘルムート・テオドール・ボッセルトについて学び始めた。1947年、ボッセルトとチャンベルはカラテペの発掘を開始した。カラテペはトルコ南部のトロス山脈に位置する。 紀元前12世紀のヒッタイトをアザティワダの城壁都市だった。カラテペでフェニキア語とアナトリア小形文字の二言語碑文が発見されるとチャンベルはその助けによってアナトリア小形文字の解読のための主要な役割を果たした。チャンベルはまたトルコの文化遺産の保存のために積極的に活動した。1950年代に政府がカラテペの遺物を 博物館に移転しようとする動きにチャンベルは反対した。政府は合意し、その結果1960年にカラテペアスランタ州屋外博物館が設立され、建物の一部を夫のナイルチャクルハンが設計した。J ハン側にダムを建設する動きにも多数の高古学遺跡を水没させるとして反対した。遺跡を守るためにチャンベルは計画されたダムの水位を下げさせることに、 成功した。2004年、チャンベルは、オランダのプリンス・クラウス賞を受賞した。賞の審査員は、彼女の功績を、危機に瀕した遺跡を救うための発掘を主導し、石の復元を導入し、トルコの重要な文化遺産を適切な保存を確保した、こと、イスタンブル大学の戦士考古学の講座を設立した、こと、及び、彼女の献身的な学問と、人々と、 文化遺産の交流の可能性を拡張する上で、果たした彼女の独特の役割に言及している。ありがとうございます。